ドリュー・エリオット・ロビンソンは、アメリカ合衆国ネバダ州ラスベガス出身の元プロ野球選手。右と左打。愛称は、PT。2010年の MLB ドラフト40目で、テキサス・レンジャーズから指名され、プロ入り。契約後、参加のルーキー級アリゾナリーグ・レンジャーズで、プロデビュー。44試合に出場して打率。286、11打点、6盗塁を記録した。 2011年は、ルーキー級アリゾナリーグレンジャーズと A-9、スポケーン・インディアンスでプレーし、2球団合計で51試合に出場して打率。204本塁打、30打点、7盗塁を記録した。2012年は、A 級ヒッコリー・クローダッツでプレーし、123試合に出場して打率。273、13本塁打、67打点。 10盗を記録した。2013年は A 級マートルビーチペリカンズでプレーし、122試合に出場して打率。257,8本塁打、70打点、10盗を記録した。2014年は A 級フリスコラフライダーズとトリプル A 級ラウンドロックエクスプレスでプレーし、2球団合計で104試合に出場して打率。九十八十二本塁打。 45打点、9盗塁を記録した。2015年も AA 級フリスコと、AA 級ラウンドロックでプレーし、2球団合計で133試合に出場して、打率。235、21本塁が、66打点、16盗塁を記録した。2016年は、AA 級ラウンドロックでプレーし、125試合に出場して打率。 257、20本塁打、67打点、17盗塁を記録した。オフの11月に40人枠入りした。2017年は開幕25人枠入りすると、4月5日のクリーブランド・インディアンス戦でメジャーデビュー。6月26日のニューヨーク・ヤンキース戦でマイケル・ピネダからメジャー初本塁打を放った。 この年メジャーでは48試合に出場して打率、224、6本塁打、13打点を記録した。2018年は47試合に出場して打率、183、3本塁打、9打点、2盗塁を記録した。2018年12月11日に、パトリック・ウィズダムとのトレードで、セントルイス・カージナルスへ移籍した。 2019年8月28日に FA となった。2019年10月10日にサンフランシスコジャイアンツとマイナー契約を結んだ。2020年4月16日にうつ病から拳銃自殺を試みたが失敗し、右目を失った。オフの11月2日にマイナー契約で再契約を結んだ。2021年は 参加トリプル a 級サクラメントリバーキャッツで開幕を迎えた。7月16日に現役引退を発表した。ありがとうございます。